時空間忍術でしかたどり着けないあの場所のな。飛行船内で得たデータの中に座標があったはずだ。なんなんだこの感じ。何もなけりゃいいんだけど。やつの名は浦敷。その集団と何らかの関係があるものと。お願いします。けどそれでも守りたいものが俺にはあるんです。別に何もねえよ。気が散んだろ。話しかけねえでくれねえか。いずれ木ノ葉の協力を必要とする事態は想定していた。大地に十尾を植え付け。言えよ。どこまでてめえの思惑通りにことを運んでんだ。手裏剣だってバランスが取れているからまっすぐ飛ぶ。の悪い手裏剣はまっすぐに飛びません。やがてチャクラの実を実らせる。それが大筒木なのだ。まさかこの目に。